聖エド・モハンマド・ハー・タミーは、イランの政治家。イラン・イスラム共和国大統領などを歴任。シーア・ハ・ウラマーでホッチャトル・エスラーム。ハー・タミーは、改革と自由を公約とした。日本のマスコミでは、モハマド・ハ・タミーと表記されることが多い。モハンマド・ハー・タミーは、ヤズド州、アルダカーン氏のウラマー家系に生まれた。父は、アーヤ・トンラーで、ルー・ホン・ラー・ホメーニーの友人。 解明的人物であったという。1961年、ゴム氏のシーア派神学校に入る。1965年、エスファハーン大学に入学、哲学を学ぶ。この時、西洋哲学や思想も積極的に学んでおり、その後のハーダメイの広い視野に資することになった。同時に、エスファハーン大学ムスリム学生協会で政治活動を始めた。 1970年、テヘラン大学大学院修士課程に入学、教育学修士を取得する。その後再びコムでイスラーム法及び哲学を研鑽する。ハータミーは、この頃イスラーム運動の指導者らと近づいた。1978年、在欧のイラン野党勢力を調整するイスラームセンターの長としてハンブルクに派遣された。イランイスラム革命後、イランに帰国した。 1979年、k h a ン n 神の最高指導者代理となり、記者の執筆の自由を保障。1982年、ハータミーは文化、イスラーム指導省に就任。文化全般にわたる、検閲の緩和を行う。女性歌手のコンサートを許可し、国内で欧米の出版物を販売することを許した。広い人気を集め、イラン・イラク戦争時。 軍事宣伝本部長も務めた。恩恵派自由主義者の評判を得るとともに保守派の批判を受け1992年文化・イスラーム指導省を辞職する。経済政策的には統制経済派に属した。当時のイランではバーザール商人やいうラマーを支持基盤とし、イスラーム体制を厳格に維持しようとする自由経済派と対等する中間層や中低油ラマーを 支持基盤とし、文化解放を主張する統制経済派があった。前者は、アリー・アクバル・ナーテグ・ヌーリーに代表される、テヘランの戦う、ウラマー協会。後者は、キャルービーに代表される、テヘランの戦う、ウラマー集団を組織し、ハー・アタミーは、戦う、ウラマー集団の創立者の一人である。1997年の大統領選、出馬直前には、 国立図書館長、ハーシェミー・ラフサンジャーニー前大統領の顧問だった。大統領選では、大方の予想を裏切り、主に女性と青年層の票を集めて、保守派の代表格ナーテグヌイリーに2倍以上の差をつけて当選した。5月23日、大統領に就任。就任後、ハータミーは国際関係の改善に努力を払った。彼は、 1999年3月にイタリア、4月にフランスを訪問し、革命後初めて西側を訪問したイラン大統領となった。悪魔の歌の著者、サルマンラシュリの処刑執行の意図がないことを表明した。あとはイギリスもイランとの関係正常化の用意について表明した。在任中、ハータミーは西欧諸国との接近を図ることで、 イランに対するアメリカの経済制裁に注意を向けさせようと努める一方、革命後初めてアメリカのスポーツ選手団を受け入れる、とアメリカとの関係改善も図った。ハータミーは、サミュエル・ P ・ハンティントンの文明の衝突論に対し、文明の対話を提案。国際連合に受け入れられ2001年は、国際連合文明の対話年となった。ただし、ハンティントンもハータミーも、 文明をそれぞれ独立しはっきりした境界を持つように捉えているという点で批判がある。2001年7月、大統領に再選されたが、アメリカとの関係改善は進まず、関係改善をテコにした低迷するイラン経済の活性化も失敗。失業率の増大とともに国内に失望感が広がることになった。司法府の保守派支配を打ち崩すことはできず、 政治改革でも保守派への多くの妥協を余儀なくされた。後の国会議員選挙では保守派が勢力を挽回し、政治基盤がますます揺らいだ。さらに2期目後半には核問題も浮上し、国際社会との協調と国内政治におけるバランス維持を保つことも困難になった。ハータミーの挫折は圧倒的人気を集めて当選した大統領と、いえども、 改革が容易ではないことを明らかにした。こうして、イラン国民に政治的アパシーをもたらすことになり、2005年大統領選における保守強硬派、マフムード・アフマディ・ネジャードの勝利への伏線となるのである。憲法の連続参戦禁止規定により同選挙には出馬せず、2005年8月9日、戦う、ウラマー集団中央評議会議長に選出された。 2000年10月に公品として、大統領辞任後の2006年8月にそれぞれ来日している。2009年2月8日、ハータミーは同年6月12日に行われる予定の大統領選挙への出馬を表明した。当初、同じく改革派のミルホセイムーサビーに立候補を促していたが、難色を示されたため自らの出馬に踏み切った。しかし、 3月10日、ムーサビーが出馬を表明したため、改革派の票が割れるのを防ぐため16日に出馬を撤回した。最大1万2条を有する。アラビア語、英語及びドイツ語を話す。数多くの論文を執筆している。息子のモハンマドレザー・ハートミーは建築家で、ルーホンラー・ホメーニーの孫、ザフラー・エシュラーギーと結婚しており、ホメーニー家とは遠赤関係にあたる。 ありがとうございます。